はい、というわけで、ね、明けまして一発目、僕公約してたと思うんですけど、はい、はい、12月いっぱいで腹筋割る企画、はい、定期局でやってましたね。で、これ、まあ、公約があったと思うんですけども、はい、僕の腹筋が割れたら OK だったんですけど、まあ、もしダメな場合は、中本のね、蒙古タンメンという、はい、辛いカップラーメンを食べるっていうね、はい、はい、辛いの苦手な人だからこそ、ちょっと罰ゲームじゃないですけどね、まあ、まあ、美味しいですから、中本の蒙古タンメン自体は美味しいですから、もし俺の腹筋が割れていたら、ブーちゃん食べなきゃダメだよ、でも。まあ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 嫌いではないっていうか、まあ辛いのそんなに嫌いなわけじゃないですかね。まあ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 ね、というわけでこうね、発表したいと思いますね。はい、12月いっぱいで僕の体どうなったのかっていうね。割れました。じゃあ見せるかい。おしょうがないな、ちょっとだけだよ。ほら、ええはい、というわけで、はい、というわけで、あのね、すいません、言い訳し何でしょう。ね、12月忙しいしね、風邪ひいてたし、ね、すいません。で、まあ、でも、公約したことはちゃんと守ると思うんで。そうですね、はい、それは守ります、守っていただかないと困りますね。はい、あと目標は来年のハロウィンまでに三角様やるまでにちょっと頑張ろうかなっていう。これは何も公約じゃないんですけど。あ、そう、あ、そうですか。はい、自分的に。あ、そうですか。なんかやる？なんかやる？そうですか。なんかやる？なんかやってもいいんですよ、全然。まあ、これはね。ということで、はい、これを食べていただきましょう。はい。どれかな？ベーン。ベーン。中本蒙古タンメン。これね、これね、有名ですね。有名ですね。有名なやつですね。はい、有名なんですけど、これだけじゃ面白くないと思いまして、中野、まあまあまあ、中野、また中野、これにね、これにね、これに辛いって一言言ったら、そのたんびにベン一味これをね、こう一振り、一振りですから。七味じゃないからね、一味だからね。一味です、一味です。七味じゃ甘い。甘いよね。一味を一振り、一振りでしょ。はい、入るな。はい。はい、というわけで、はい、ね、これね、今入れるね、オイルが辛いんですよね。これ、ね。え赤い赤い。赤いなー、これ。うお匂いがやばい。すごい。来てるな、むわっと来てるね、これね。じゃあ行ってみたいと思います。いただきます。ふぅ、こわっ、ちょっと、熱いのとあれで。ちょっと待って、おちょっと待ってよ。実際に溜まってないですか、それ。溜まってるやつか、これ。あ、でも辛い。あ、言った。あ、言った。あ、言った。やばい、そうかー。どうかー。ごめんなさい、今普通に食レポ見たくなってたね。なんだろう。味変わったこれ。大丈夫。あ、こう、底の方に沈んでたのかな。そうですね。うん、赤いのね。うん、うん、あ、あ、痛い痛い、血が痛い、おお、あ、痛いな。これで結構よくね、汗かいて、うん、あ、お、食べ終わったんじゃないですか。3分の2ぐらい。お、でも具材もほとんどないですね。汁いってのちょっとあれなんで、具材でいきましょうよ。ちょっともう一回飲むわ。あ、どうぞどうぞどうぞ。
あれ、なんか浮いてきたの。なんか浮いてる。よし、じゃあちょっと最後のカッコミいきます。お、でもこっち辛さもあるけど熱さもあるから。じゃあこれね、ラストちょっと待ってね。熱くてさ、うん、熱くて飲めないのね、なかなか。最後までいただきます。どうしました？喉が荒れてるから、そこにこう辛みが全部こうガーッと。ギブアップなんて声をね聞いても、まあまあまあ仕方ないかなとは思いますけど、ネバーギブアップ。お、行くよ。俺の歌手生命が終わってしまう、ここで。じゃあ最後の一杯いきたいと思います。レッツゴー。わ、飲んだ。あれ、ないんじゃないですか。うわっていうことで、はい、ということで、はい、はい、次はあのハロウィンに期待して待っててください。はい、はい、ハロウィンもなんか罰ゲームが、ね、あるみたいです。はい、三角さんを目指して頑張ります。ドルフィンでした。